ただいま、やっていきましょう。セカンドノベル。夏。彼女。ちょっと待って、ごめんよ。ごめんよ、みんな。ごめんよ。あ、かわいいな。かわいいな、あやのさん。キスしてるよ、あやのさん。はい。彼女の夏。15分の記憶。ごめんよ。結構長いんでね。セカンドノベルで、なんか満足しちゃう。ごめんね。やっていきましょう。はい。セカンドノベル。彼女の夏。15分の記憶。やっていこう。ん？プロローグ終わりとか言わんよね。俺切ったとこ間違ってましたね。ああ、オッケー。時計の針を指で押さえ続けているように。綾乃さんの中では、5年前の事故に遭う前の過去と現在がシームレスにつながっている。17歳。ずっと、17歳のままの時間が彼女にとっての現在だ。廊下を突き当たり、階段を上り、校舎の2階に上がる僕たちの教室に向かった。1926-2262ん？2008-1202。この数字を綾乃さんが覚えてるかどうかっていうこと？直也くんだよね。あれ？どうしたの？あ、ここ学校？右手の手帳を見てみて。そうやって少しずつ学校まで来たんだろうね。綾乃さんは立ち止まり、手にしていた手帳に目を通す。その間、僕はここに来る経緯を綾乃さんに説明する。今、綾乃さんが手に持っている手帳を僕が取り上げてしまったら、あれ？このセリフ見たね。クラスメートだった僕がなぜ綾乃さんと一緒に歩いているのかも判断することができなくなるのだ。綾乃さんにとっては命綱ってことだよね。扉を横にスライドさせて教室に入る。窓の外から入り込んでくる光が眩しくて目が慣れるまでに少し時間がかかった。僕たちのクラスだったところ。教室に人の影はなかった。ちょっと寂しいかな。僕がつぶやくと綾乃さんは静かにうなずいた。誰もいない教室はガランとしていて、記憶よりは広く見えた。整然と並んだ机と椅子の間を歩く。ここで僕は怒り、悲しみ、落胆し、笑い、恋をし、そして卒業をしたのだ。カラフルだね。ん？あそこの黒板。ああ。黒板には夏休みの期間と休み明けに提出する宿題のリストがチョークで彩りに描かれていた。休み明けの当番の名前まで書いてある。誰になってる？当番誰だ？日直。ああ、わかんねえ。出口じゃねえ。出口は違うやつだ。ふざけんな、出口。誰だろう、あれ。わかんねえや。ちょっと、高校の教室にしては、親切すぎるような気もした。面倒見のいい先生みたいだ。丁寧に書かれている黒板の字体や、教室に貼られた時間割や予定表を眺めながら、なんとなくそう思う。綾乃さんはしばらく教室全体を見渡して、一歩一歩ゆっくりと席と席との間を歩いた。綾乃さんの息遣いが耳に伝わる。少し乱れている。綾乃さんの足が止まった。
席。彩乃さんの指先は机の上を指していた。視線をたどると、どうやら小さな落書きが残されている机のことを言っているようだった。その席がどうかした？彩乃さんは机の上の落書きにそっと触れて、囁きかけるように言葉を発した。この落書き、なんだろう。僕も彩乃さんの元に行き、落書きに目を凝らした。いくつかの線と丸で構成されていたことはわかるものの、ひどく線が入り乱れていて、今となっては何が書いてあったのか知ることができない。取り留めがないというか、ぐちゃぐちゃな感じがする。彩乃さんがコクンとうなずく。いい香りがした。この落書きって最初はどんな形だったんだろう。彩乃さんは指先で机の縁をなぞる。机の上の落書きの起源、一番初めのこの机の落書き、誰が何を書いたんだろうね。直也くん、わかる？僕は考える。とはいえ、いくら考えたところで、それは落書きなのだ。答えなんてわかるはずはなかった。彩乃さんはわかる？あ、わかるっていうのもおかしいか。推理してみる？それか適当に。こっちで考えちゃうか、ね。じゃあ、まずは机の持ち主が男の子だったか女の子だったかっていうところが決めていかないといけないところだよね。多分落書きを机にするのは男の子かなっていう気がするけどね。女の子もするとは思うけど、するにしても教科書とかノートの隅とかそういうところだとは思うんで、多分男の子だろうね。その時だった。突然、彩乃さんは小さく声を上げるとよろめいた。彩乃さんの体が机に当たり、しんと静まり返っていた教室に、机のパイプ音がきしむ金属音が響く。どうしたの？大丈夫？痛くない？パイプ音じゃねえか、パイプかね。僕は彩乃さんの元に駆け寄り、体を支える。大丈夫。ちょっとめまいなのかな。めまい？なんか今一瞬頭に浮かんだの、なんだろう、なんだろう、これ、あるお話みたいなの。あるお話？記憶が戻りかかったんじゃなくて、お話？お話？小説？あ、絵本？わからない、なんだろう。ある子が学校に来て、どういう、教室に来て、誰かとお話しするの。そういうお話。お話をするお話？なんかミステリーみたいな BGM が流れてきてんな。彩乃さんは首を激しく横に振る。学校お話？彩乃さん、なんだろう、私それを書いていたような気がする。お話、そういうお話。文芸部だったっていうこと、彩乃さんは。でもだとすれば直也は知ってるんじゃないのかな、文芸部とか。お話、お話を書いていた彩乃さんが。直也くん。彩乃さんはこめかみを人差し指で押さえながら言う。彩乃さんの息が大きく乱れている。ここ最近、彩乃さんと一緒にいて、彼女がこんな声を上げたことはこれまでになかった。ここ最近？いや、違う。初めてだ。初めて見たのだ。学生時代含めて、僕は彩乃さんがこんな風に取り乱したところを見たことがなかった。何かが起きている。直也くん、私、記憶できないんだよね。15分しか持たないんだよね。うん。
彩乃さんは頭を横に振りながら聞いた。それなら書くもの、書くものないかな。あ、そうだね、メモを残さなきゃ。何でもいいんだ、何でもいいんだけど、これを残しておきたいの。え、ちょっと待って。僕は慌てて胸ポケットを探る。紙、彩乃さんの手帳。ダメだ、これから何が語られるのかわからないのだ。何か彼女を強く刺激するようなことだったら、手帳を見たとき彼女の記憶を混乱させてしまう。それは避けなければいけない。直也君。うん、今。ポケットの中を探る。指先にコツンと当たるものだった。僕はそれを取り出した。名刺。先ほど職員室で挨拶の時に使った名刺だった。正直今はこんなもの必要。ポケットに名刺をしまおうとしたところで僕は思いとどまった。待てよ、これを、名刺の裏を使えばいいんだ。英語の単語カードのように使えば、きっと使えば書き留めるのにもちょうどいい。それにノートや手帳を使う場合、先頭のページから内容を確認する必要があるけれど、カードを使えば机の上に広げて一別することもできる。うん、これは案外いいアイデアかもしれない。名刺なら持ち運ぶのにも便利だ。なんというか、彩乃さんが道具として使うのにぴったりな感じがする。あとは書くもの。ここは教室なんだから。ごめん、ちょっと借りるね。僕は机の中を覗き込む。使いかけの鉛筆と消しゴムはすぐに見つかった。よし、準備できたよ。でも彩乃さん大丈夫？体の具合は。彩乃さんはうなずく。もう大丈夫。さっきの一瞬だけだったから。ごめんね、直也くん。いや、彩乃さんが大丈夫ならいいんだ。でも。うん、わかってる。ありがとう。でも、これだけは忘れたくないような気がしたの。とどめておきたくて。うん、それはもちろん構わないよ。でも、なんで私、書くもの持っていないんだろう。確かに。手帳は持っているのに。それはちょっと気になったね。確か、彩乃さんのお母さんが、気になっていたことをその時々でずっと書いていたら、再現がなくなってしまうからって。ああ。そっか。そうだよね。うん、でも、どうなのかな、それは。まあ、確かにそうなんだろうけど。でも、やっぱり筆記用具ぐらいは、持ち歩いた方がいいみたいだね。ごめんね、直也くん。いろいろと巻き込んじゃって。直也は彩乃さんの彼氏だった。いや、彼氏ってことでいいのかな。そういうことでいいのかな。ちょっと関係性がいまいち、同級生ってだけでは分かんないんだけど。僕は首を横に振った。彩乃さんが謝る必要なんてないよ。やっと僕も何か役に立てそうだから。ありがとう。彩乃さんはにっこりと微笑み、胸に手を当てていった。彩乃さんは席の椅子を引き、そこに座る。両手を机の上に置き、手のひらを見つめ、ふっと息を吐いた後、左手で髪の毛をかき上げ、黒板をまっすぐに見た。そっか、思い出した。この配置、この仕草。彩乃さんが左から3番目、前から3列目の席。これは、僕たちが高校生だった時の席の配置だ。あの事故が起き、僕たちが離れ離れになる前、まだ僕たち3人が教室にいた頃の席だ。3人。彼女の左斜め後ろ、僕は席に着き、椅子を引く。そうだ。いつも後ろ姿なんだね。17歳だった当時、僕はこうして、この席から彼女の後ろ姿に見惚れていたのだ。まあ、綺麗だもんね。彩乃さん、美しいもんね。叶うことのない恋の相手に、
思いを募らせながら。ってことは、三人ってことは、もう一人の人は男の人か。綾乃さんの彼氏、叶うことのない。直也くん、じゃあ、さっき浮かんだお話、言うね。でもその彼氏がここにいないのも違和感があるけどね。その恋は、絶対に、叶わない恋、だった。そして、この後もずっと、叶わない恋だ。なぜなら、綾乃さんは、あいつのことが好きで、あいつは、あの夏の事故で、死んでしまったのだから。それで、ちょっと待って、でも飛び降りてたのは男の子じゃないよね。綾乃さんかわかんないけど、女の子の格好してたけど。書き留めました。ある子が学校に来る物語。教室に入った時、机の上の落書きを見て、綾乃さん以前、ある子が学校に来るお話を書いていたことを思い出した。これは、直也が書いたのか。オープニングが終了しました。急にシステムメッセージだな。ゲームメニューにストーリーが追加されました。続いてこのメニューを選択し、物語の続きをご参照ください。セカンドノベル、彼女の夏、15分の記憶。OK、覚えた。これでセーブできるの？記録する。ここまでやんないとセーブできないのか。どこでセーブするんだろうなと思った。このタイミングの絵ですか。で、ちょっとね、パート1エンコードしたんだけど、ちょっと音がね、あまりにもあれだったんで、変えさせて。全体の音量を上げた上で、背景音量を下げて、これはマックスか。これでマックスか。だいぶちっちゃいけどな。大丈夫かな。はい。どうしよう。もうちょっと時間があるので、じゃあ見ていきましょう。ストーリーですね。セーブタイトル画面でやるってどうやるんだろうね。何章とかに分かれてんのかな。その人は私が時たま空想する物語の人物そのものだった。物語の登場人物、想像上の人物、現実に現れるはずのない人だった。だから私はその人を目にした瞬間好きになったし、その人との恋は報われることなく終結した。私の物語の結末がそうであったように。あれから何年が経過したのだろう。このウィンドウになんか定規みたいのが出てる時の語ってる人と直也とは違うよね。私って言ってるし。もうわからない。さてと、私は言葉を口に出して言う。そろそろ戻ってもいい頃だろう。物語の舞台となる学校へ。どういうこと？全然つかめないんだけど。夏の朝、高校までの通学路。どうした？ BGM が突然。お？左側って、待ってか、まさか15分ってリアルタイムに進む？リアルタイム15分か。通学路には登校する生徒の姿がちらほらと見えている。それだと実況に対してめちゃくちゃきついぞ。15分ってリアルタイムで。束の間の夏を謳歌するセミの鳴き声が響いている。これ夏に投稿したいゲームだね。あ、これ押すのか、ごめんね。始業時間にはまだ余裕があるのか、急いでいるような生徒の姿は見えない。これなんだろう、いちいち一個出る。制服を着た男子生徒と女子生徒が並んで歩いている。綾田さんかな。女子生徒が口を開いた。じゃあさ、この噂は聞いたことある？女子生徒は男子生徒の顔を覗き込むようにして尋ねた。はあ、今度はなんだ？男子生徒は大きなあくびをしながら答える。図書室
図書室の窓から人の不意に女子生徒は口を閉ざすと男子生徒の頭に視線を向けて眉を潜める。嘘、信じられない。え、こんなこと。な、何、どうしてこんなことに。女子生徒は激しく頭を横に振った。髪の毛が頬に刈りつき、手にしていたカバンにつけてあるキーホルダーがカチャカチャと音を立った。どうかしたのか。男子生徒は女子生徒の表情にたじろぎ、何事かと辺りを見回す。そこ手癖ついてる。え、嘘、本当。ほらそこ手癖で跳ねてる。もうちょっとさ、ちゃんとしようよ。女子生徒は男子生徒の髪を指さす。右側の一部だけが逆立っている。なんだよ、たかが寝癖ぐらいで。男子生徒は頭の上を指で探り、寝癖の箇所を探し出す。女子生徒は呆れ顔で答える。そう言うけどね、こう毎日毎日私が寝癖を指摘したの、いや3日連続じゃない。なんで忘れちゃうかな。もうちょっと成長しようよ。男子生徒は寝癖の上を押さえつけるが、すぐに髪の毛は元に戻ってしまう。何度か押さえた後、男子生徒は首を横に振った。まあいいや、学校着いたら直すわ。学校着いたら、もう恥ずかしいな。1限目なんだっけ、古文。プールならまだ良かったのにね、上からバシャーって水をかけてあげるのに。体育ね。ああ、学校なんて行くのやめて、プールにでもパーッと行っちゃいてえな。ほんとサボることしか考えてないんだから。学校着いたら速攻で直してよね、みっともない。女子生徒はバシッと男子生徒の頭を叩く。うぜえ、せっかく昨日頭に入れたのがなくなっちまう。頭、何それ。忘れちまうってことだよ。忘れる。いや、何でもない。キョトンと目をまん丸にした女子生徒が聞く。あれ、今日何かあった。いやいや、普通、いつもの日、いつもの日常。男子生徒はニヤニヤしながら答える。女子生徒は男子生徒の表情を見、眉を潜めた。嘘、何でもない。なんかあるでしょ。なんでもないってば。ねえ、また寝癖直してあげようか。怖い。じゃあヒントだけ。1限目、飛ぶ。何よそれ、さっき言ったじゃない。古文が何。今日のは評価に入るから。評価って。女子生徒は叫び声を上げると、男子生徒の頭をバシバシと手のひらで叩く。まさか忘れてたって言いませんよね。どうしよう、古文1限目だっけ、テストだったっけ。わあ、時間ないよ。わあ。ま、俺はゆっくり行くから、君は早く教科書でも開いてくれたまえ。さいよこのバカってえな。もう女子生徒はもう一度男子生徒の頭を叩くと、男子生徒の前を抜け走り出す。どうぞごゆっくり寝癖を直しておいてくださいね。これは、あ、左上の砂時計がもうほとんどないんだけど。え、朝、夏の学校。これは綾野さんが書いてた小説か？そういうこと？通学路には登校する生徒の姿がちらほらと見えている。ちょっと喉がいまいちなんで、ちょっと一旦時間もいい具合なんで、ここで一旦休憩しますね。すいません。ありがとうございました。ありがとうねー。